Geht schon ein paar Minuten, geh noch mal so ein bisschen was zum Announcement-Stream durch für die Leute, die natürlich nicht so früh wach waren. Haben sie kurz nochmal den Trailer gezeigt, jetzt nochmal das ungefähre Veröffentlichungsdatum, haben sie nochmal halt drüber geredet, dass sich halt alles verschoben hat, Corona und so weiter, dass sie halt so ein paar Monate hinterher sind. まあなんかね、日付は誰かにもバラされましたからね、ね世界的にね。ネタバラシおじさんが今年もやってきたぞということで、ご覧いただきますか。はい、まあ行きましょう、行きましょう。はい、じゃあ画面お願いします。どうぞ。5.5。Oh, jetzt die Patch Notes 5.5. 黎明の死闘。ほう。Death unto Dawn。かっこよ。Okay. ね、これ、チーチェル。かっこいいよね。かっこいいですね。Death unto Dawn って。Okay. なるほど。英語チームからもらった、okay. 6チームからもらった時かっこいいなと思って、これなんかね、単純なゲームタイトルでもちょっと使えそうな、nicht gespoilert werden wollte für 誰が何言ってる Announcement Dream Was kommt in 6.0? Ich glaube, ihr dürft hier nicht weiter gucken. まあでしょうね、もう出してもいいんじゃないですか。あ、知ってた。Okay. 今回はですね、5.5 kommt am 13. April. はい。Voll schon gespoilert im Announcement Stream. まず、黎明の使徒 Part 1、はい、メインシナリオね、2021年4月13日に、公開となります。はい。そして、Part 2は、はい、5月13日。ちょうどね、Patch 4 kommt von zwei Teilen geben. Und der zweite Teil wird Ende Mai dann kommen. 5.5 の答え合わせが走るという。うん、いやしかし4月13日の発表の勢いはすごかったですね。まあ、この4月13日にもう PS5 版のね、はい、オープンベータっていうのも始まる。Genau. まあ、オープンベータっていうのは、オープンベータ wird zur selben Zeit starten wie der Patch 5.5 Part 1. Zu dem.Wie immer kostenlos sein, dass du deinen PlayStation 4 Account in den PlayStation 5 Final Fantasy Account ändern kannst. Aber naja, ne? Es war eine PS5 für dich. やった変えたんですよ、ついに。ただ続きがあって話の、はい、みんな手に入んないじゃないですか。入らないですね。で開発機材はうちの部署一応あるんですけど、うん、他社さんのゲームを当然ほら研究としてプレイしたいんですよ、みんな。したいでしょ。したい。だって仕事だからさ、仕事だからね。あ、いや、そう。でも PS5 手に入んないんですよ。入んないの。よし、だよ、皆さん入んないの。だから開発チームでみんなでこう、何、ようやつくしゃふたにつかむ場に置いといて、はいはい、PS5 のディスクでね、遊ぶぞみたいな、できないんですよ。フレックスでいや、オフの持っていかれたんですよ、俺の PS5 なんで、第三開発事業本部のフィールドセンターにある PlayStation 5 bestellt bei vier verschiedenen Anbietern und ich habe keine bekommen. え、盗まれたらどうすんの。大丈夫、鍵かけときます。大丈夫。めっちゃ鍵かかってる。なるほど。そうなんですよ。ご覧の皆さん、そうなんですよ。僕が買ったディスク全部ね、置いてある。そう。弊社内には開発機材は。Also auch was gut ist, dass die noch nicht so viel draußen ist. Es gibt halt noch nicht so viele Spiele, die jetzt alle Vorteile der PS5 unterstützen.Es gibt nicht so viele neue PS5 Games, das heißt, wenn man da jetzt so ein bisschen gezwungen ist zu warten, dass man eine PS5 fährt, ist das schon okay. なるほど。第3開発事業本部ですから。はい。そんな感じです。なんとかね、PS5 の本体は皆さんも抽選にね、一生懸命応募する。応募します。いずれ当たります。はい、頑張っていきましょう。はい。
ではそんな、パッチ 5.5 の中身の紹介を早速行っていきたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、画面お願いします。Ich muss noch Schlaf nachholen. Hopp, hopp. Main-Szenario geht weiter. Yay. まず新たなメインクエスト。Tod und Verderben. まあ、こちら、最近14始めた方というのもいらっしゃるんですけど、リアルタイムにその拡張前のメジャーアップデートの最後っていうのを初めてという方もいらっしゃると思うんですけど、いつもあのパッチ、例えば 5.4 とか 5.3 だとメインストーリードーンって一本バーンって、でまあ続くっていう展開になっていくと思うんですけど、今回パッチ 5.5 は次の今日発表した行月のフィナーレ、エンドウォーカーに向かって進んでいく重要なあの橋渡しのシナリオなので、まずパート1としてパッチ 5.5 で前半が実装されて、で、次のファンフェスティバルでまた行月のフィナーレの情報を出すので、それを踏まえた上でパート2でさらにその、まあ、オチというか、を見てもらって、エンドウォーカーへつないでいくという流れを組むので、2回に分けてリリースしていくことになります。はい。はい、ということで今日はスクリーンショットを1枚ご用意いたしました。こちらです。ストーリーのスクリーンショット。ついに全員。皆さんお揃いですね。全員座ってる。でかいな机これ。本当ですね。なんだよ。何がこれがこれか？これから黎明の使徒。ここからここで？そうね。ここからやり合うのかもしれない。命をかけた。かかってるはず。Alle deine Einladungen mit den Anführern。はい、ということで、はい、どこでどういう写真なのかぜひご期待してお待ちください。はい、はい、ということで次参りましょう。続いて新たなインスタンスダンジョンです。はい、メインシナリオで、挑んでいただく、ダンジョンになるんですが、こちら。はい、ノエダンジョン。おお、わかるぞ。わかるぞ。はい、という場所になっております。こちらはですね、スクリーンショット1枚だけ。Wenn man das sehen, wir aussprechen, Leute. Normale Name, hallo. Oh, kommt ein bekannt vor? Könnte man wissen, wo das ist? Wieder den Trust NPCs, also den Seite an Seite NPC-System natürlich möglich. ものすごい勢いで余るじゃんか余るじゃんだって言ってますけど、さあどこなのか何なのか、エボルゼア連合軍ね、どんなことがあってここへ出ることになるのか、メインストーリー楽しみに、していてください。まあもちろんこちら、フェイス対応しておりますので、まあ支援していくもよし、赤月のメンバーから選んで、フェイスを使って攻略していくもよし、そう対応させていただいております。はい、では続いてまいりましょう。続いてこちらです。新たなクロニクルクエストということで、こちら。はい、メルリト戦役、ついに完結となります。ついに。はい。こちら最終章になります。ディアマント。こちらもですね、スクリーンショットが1点ございますので、ご覧いただきます。こちら。もう期待が出ておるぞ。モロでした、ね。こちらです。メルリト戦役最終。はこちらでございまして、ということで、この流れでご紹介しましょう。続いては新たな討伐討滅戦です、はい、ダイヤウェポン破壊さあ極ダイヤウェポン破壊極もあるよと、はい、まあこちら 5.5 と同時に実装となりますので、なるほど、まあその目にですね、楽しみですね、14随時くらいと言われているそうね、ベルリゾ戦ですが、まあ、ぜひね、どういう結末になっていくのか、はい、あの日本ではね、頑張れおじさんとして、なんか人気あるんだかないんだか、はい、でも頑張れおじさん周りはいつも最近だと新しい演出がいろいろ見られるので、まあ、新しいことやるとやっぱりね、みんな新しい、ね、やっぱり演出とか、はい、まあ、何気にね、注ぐ、そう、あれもね、あれもね、結構頑張ってやってるんで、さあ、どうなるか。はい、ぜひその目でお確かめください。はい、では続いてです。続いてはこちら、はい、新たなアライアンスレイドダンジョンです。ということでこちら、まあ、ヨルハダークアポカリプスの第3弾、第3弾、
Das wird halt schon gespoilert im Announcement Stream. Das ist ein letzten final 24er Raid. Ein Crossover geben wird und das im 6.0 dann ein Final Fantasy 14 Origin Raid geben wird und keine Kooperations Raid mehr. Okay, auch da haben wir ein Bild. Ach so, ja, davon muss man es ja gespielt haben, ne? Es gab eine Quest bei dem 5.4 Update. Da konntest du nochmal zu den Zwergen hin. Da war nur die Namen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Und dann in der Zeit, wo er denn sie versucht hat zu befreien, war dann plötzlich diese Kugel da und aus der Kugel kam dann ein Arnok Cyborg Kopie, Klon, whatever raus. Und dann ist die Kugel. Weggeflogen in den Dungeon zurück. Hat man ganz kurz konnte man das halt als eine Quest anspielen. Und entweder versuchen wir da jetzt einen neuen Raid. Die Originalzwerg da wieder rauszuholen. Oder versuchen einfach dieses Ding zu zerstören, damit wir das jetzt endgültig los sind oder so. Ja, ja, Änderung, bla bla bla. Ich will nur sagen, alles ist geschützt, nur der Po nicht. Okay, das ist eine Style-Rüstung für PvP anscheinend. Also die Leute bestellt das, dass die Belohnung für PvP jetzt langsam hinterherhinkt. Scheint das mit PvP-Belohnung. Das war jetzt ein Showcase von einer neuen Belohnung. まず 5.35 まではそういっても間口を広めるっていうことで難易度を優しめにしてました、はい、でもう一個、南方ボス屋戦線っていうコンテンツをプレイしながら強化できるように、クリアしてから強化だとコンテンツの中でこの育成するのが大変になるので同時にできるようにしてましたと、はい、でいよいよ 5.35 の強化が終わったので、5.45 からの強化をしていくためには、セーブザクイーンのシナリオを進めてくださいねと。なぜならレジスタンスウェポンだからですと、はい、いうことです。これは、もうコンセプトなので、すいません、これは必要なので、ぜひクリアを目指していただきたいです。はい、で、パッチ 5.5X でも最終段階の強化が始まるんですけど、はい、その時もパッチ5.45 までのシナリオクリアが必要になりますので改めて、ご承知おきください。そうですね、はいはい、で続い
てなんですけど、はい、パッチ 5.45 の武器強化クエストそのものについて、うん、ここがものすごく誤解されている部分もあるので、ちょっとちゃんと説明をさせてください。はい、お願いします。まず各ジョブごとに達成が必要なクエストと、キャラクターとして1回だけやればいいクエストっていうのが混在してるんですよ、うん、でもこれをあのネット上で出た情報だと、毎ジョブこれやんのっていうことになっちゃっていて、はい、強化開始のクエストと、うん、強化完了の時のクエストっていうのは、まあ、ジョブごとに強化なのでやらなきゃいけないですけど、はい、そうですね、真ん中は、キャラで1回やればいいんですね、うん、でこれ実はゲロルト1回でいいって言ってるんですけど、情報だけ見ると、うん、まあ、毎回やるのって見えちゃうので、それによってもう遠すぎると、はい、であとやっぱり 5.35 ですごい間口を広くしたっていうのと、うん、まあとにかく楽に序盤はね、Bis jetzt alles nutzloses Gequatsche。全ジョブ分上げてたぐらいなんで、複数ジョブやっぱりやろうって思ってた人っていうのがすごい多かったんだなっていうのが今回フィードバックを拝見してて思ったので、ちょっと調整をしていこうと思います。さらに、はい、それで続いて、まず次にちょっとポイントになってるのが、はい、次のスライドに行ってほしいんですけど、何種類ものフィードバックがあるんでちゃんと分けて話しますね、うん、はい、パッチ 5.35 のセーブザクイーンのシナリオクリアを必要だと思ってなかったっていう方もたくさんいらっしゃっていて、はい、そうですね、いや分かったよ、じゃあやるよっていうことで、うん、ナボボゼアでコンテンツプレイしてくれてたんですけど、カスタムラックスリトーレハブになっていて、何にせよ、そうそう、フィルストンテンラインコンテンなので、und die wollen es halt, dass man permanent reingehen kann. っていう状況になってるっていうところがポイント。はい。で、ここまた難しいのが、火曜日にコンテンツを開放したので、うん、霊式行くような人たちっていうのがまずやっぱり霊式の消化に回り、はい、まずそっち回りですね。もう全部の準備が終わっていて霊式も消化してるっていう人はグンヒルとディルブラムに行き、はい、いやいや、なんかそんなにどっちもじゃないんだよなって、カジュアルにこのレジスタンスウェポンの武器強化をやっていこうと思ってたんだよねっていう人たちが、うん、でかつその 5.35 までクリアしてなかったっていう場合に、はい、いやいやいや、じゃあやろうかって思ったのに、うん、ここで詰まるじゃんっていうのがまず出てしまっていた、はい、だからいずれにせよグンヒルとディルブラム行くにしても、うん、武器強化するにしてもやっぱり甲状腺が今ハブになっていて、で他の人たちが他のコンテンツへ行ってるっていう状態になっちゃってるので、はい、まあ、これをまずちょっと調整していきたい。なるほど。でもちろん週末まで見ると、うん、一通り人がまたばらけてきて、うん、戻るかなと思うんですけど、いずれにせよこの先も長く続けていくので、もう一段さらにちょっと早めて補修追加していこうと思います。なるほど、はい、なので、大幅に補修をちょっと追加をしてですね、より甲状腺に、まあ、甲状腺ってどうしても定期的に発生するけど、自分でコンテンツファインダーを積んでいくことじゃないから、ちょっと時間コントロールにしにくい。スタンダード 24er Suche draus。ちょっと行く意味がある。なるほど。ちょっと大幅に9ハッティダス入れようかなと思ってます。なるほど。で、これをホットフィックスで調整予定なので、うん、なんとか大急ぎでやります。はい、例えば、5.5 まで待つとか、うん、じゃなくて、じゃなくて、パッチナンバーのないホットフィックスでなんとかできるだけ急いでやりますので、うんうんうん、まあ、もちろんその手前で行って損があるわけじゃないんですけど、はい、やっていきますんで少々お待ちいただければと思ってます。はい、でちょっと待ってね。でここで、報酬がまあ追加されていくことによって、で次のポイント、そのまあキャラ1回やれっていうのは分かるけど、うんうんうん、アライアンスレイド の集会、はい、まあ、だるいんじゃっていう声も分かるんですけど、うん、そのまあ、1回でもともとタイムトゥーインで最終的に強力な武器が得られるものなので、はい、まあ、
ある程度時間がかかるのはすいません許容していただきたいです、うん、ただあのボス屋の中でもうちょっとあの取れていいんじゃないっていう声とか、うんうんうんまあ、ちょっとフェイトのドロップちょ渋すぎんみたいなのは、はい、このホットフィックスにできるだけ合わせてもうちょっとあの何頑張っていける。なるほど、まあ、これも今回初めてこの武器強化やった人たちが結構多かったと思うんで、うん、あとやっぱり並行し他のジョブもやるっていうことを考えると、うん、僕らはまあ1本でいいと思ってたんだけど、はいまあ、やってくれるのであれば、うんまあ、長く回してもらった方がいいかなと思ってるのでちょっとだけ、うんはい、調整していこうと思います。それらも、まあ、もうちょっと予測しておいてよっていうお声ももちろんもちろん分かってはいるんですけど、うん、なんかこうか僕らもやっぱ過去からの積み上げで作ってきてるから、ね、あまりこう、ね、軽くしすぎてもなっていうのもあるし、うん、そうそう昔はもっと辛かったっていう、まあ、お声の方もいらっしゃるんですけど、まあ、そこまでいやしなかったつもりなんだけど。まあ、というわけで間を取ってちょっともうちょっとそのボスやってる時にも育てられるし、うん、空いた時はフェイトやって、デイリーのアライアンスレイドルーレットやってる時はまあそれでも手に入るっていうぐらいコンビネーションであのやっていけば揃うよっていうぐらいにしていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。そうなんです、はい、これはあのなんともバランスの難しいところで、うんまあ、とにかく簡単にしろってなっちゃうと、うん、最終形態があんな強いものにならないよってことになっちゃうじゃないですか。そう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 、なのでやっぱそことのバランスなのでそうねってことではありますよね。そうここはまあ難しいよね、はい、まあ古くからプレイしてくださってる方だとこのコンセプトをずっと確かに説明してきたんだけど、うん、確かに今回思ったのはあちゃんとその霊式の武器っていうのがあってだねって、はい、で武器強化っていう遊びってことですっていうのをう、ねはい、確かにやってないなと反省した部分ではあって、うん、というのもあるので、まず向上戦に関しては大幅に報酬を、はい追加していきます。あの戦果も稼げるようにとかして、うん、あのグンフィールドディルブランって結構失うんで、まあ、そこで取り返すみたいなのもやりたいと思ってるし、はい、補選とかもそうだしあのガツッと来ますんで、でこれら、調整はホットフィックスでできるだけパッチを待たずにやっていこうと思いますので、はい、まず 5.4 よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、それを踏まえて、はい、踏まえてパッチ 5.5 シリーズでまたセーブザクイーンのアップデートがございます。うん、はい、こちらです。いよいよシナリオ的にも佳境に入ってまいりまして、ですね。でそれと同時にレジスタンスウェポン強化の最終段階が、追加されます。はい。でまあこれパッチ 5.5 実装項目とは言ってますが、うん、5.5 ではなくて 5.5x に。OK、はい。はい。Die Existenz von 5.5 weitergehen. ここが最終段階です。ここが最終段階です。はい。Ist klar。で、強化にはセーブザクイーンのシナリオクリアが必要となりますので、そちら先ほども話しましたがよろしくお願いします。はい、で、am Dienstag gleich。それと同時にですね、新たなそのシナリオを進めていく上での探索フィールドというのが、実装となります、うん。今回は光源ですね。ザツヌル光源。はい。フリースタイルのすごいコンパクトなことを今やっておりますので、うんうんまあ、こちらでどんな物語とかがね。展開されるのか人気キャラが結構出てますんで確かに、はい、松尾さんにもシナリオガリッと、うん、5.45 の反応とかも見ていただいた上で、はいはい、書き上げていただきましたので楽しみ、シナリオとコンテンツと武器強化とドドンといきますので、うん、ぜひお楽しみください。はい、はい、よろしくお願いいたします。さてそれでは続いてのコーナーですが、はい、こちらです。どうぞ。はい、現凍滅戦のアップデートがございます。Okay. はい、パッチメジャーアップデートが、mal gucken. 進みますね。Was kommt denn? 今、タイタンが、はい、暴れていただいてますが、切り替わります。あ誰かな、Shiva. まあ、誰かはちょっとまだ、ティタン。はい、起きます。もう必ず名前が上がってくるリットアップ。80er Version bekommen, als nächstes kommt. Mal
だって幻灯熱戦って1分で終わっちゃダメでしょ。そうですね、1分じゃまだね、ダメだよ、ね、というわけで、新たな幻灯熱戦レベル80で挑む、はい、あの過去コンペに、はい、出てまいりますので、こちら何になるか、はい、いろいろ予想しながら、ね、はい、お待ちいただければと思います。はい、では続いてまいりましょう。続いてこちらです、はい、クラフター関連調整もございます。はい、超高難易度制作の追加。なるほど、何かと言いますと、はい、クラフター向けのチャレンジコンテンツでございます。高性能 の装備品と高難易度レシピ制作技術が要求されます。まあいいよと、お前ら予定してくれたらいいだろうと、まあまあね。じゃあ何くれんだよと、はいはいはい、何くれんだよっていうと、報酬はアチーブメントと目立つ主導権。いい表現ですね、目立つ主導権。ニュアンスずるいねこれね、はい、欲しい。英語ユニーククラフティングツール。本当だ、ユニーク、うん、こっち目立つ目立つ。オフィスボスボスアップデート。これはいわゆるエンドコンテンツというか、ね、なるほど、高難易度クラフター向けの。うん、machen halt alles, damit das Crafting leichter wird, damit man weniger Skills beim Craften braucht. これは結構システムとして大きいんですけど、最終手帳から、あの最終手帳がこれ取りたいっつったらマップ開くじゃないですか。開きます。地域は出るんですけど、でっていう感じなんですけど、そこにこの辺ですっていうのがまたあれです、手作業です。で、Also wenn du auf die Sammlerkarte drauf gehst, damit du weißt, wo, in welche Area man was finden kann, wird das demnächst dann auch direkt gezeigt, wo welche Punkte sind. Und du in der Area nicht erst drum rumsuchen musst, bis du einen Ort zum Sammeln gefunden hast. Also einen Busch oder einen Baum. Oder einen kleinen Felsbrocken.そして、漁師ですね、うん、釣り場の魚一覧から、もうリリースするぞという対象をですね、チェックボックス式に。すごい高機能やな、効率的になっていきます ね釣り竿についてるのこの魚引っかかったらリリース。そうね。はい、irgendeine muss sehr sehr begeistert von Fischen sein, dass er so viele Updates kriegt. これが機能として追加となります。はい、はい、だ続いてまいりましょう。ヘッドの相手はね、ディスオラハイマウント、はい、アップデートですね。皆さんの、はい、凄まじい努力によって、まあ、イシュガルド復興してきましたね。今日、新情報発表会の方でも、あ、そうですよ、どうやら冒険者の皆さんにね、居住区を準備する用意があるらしいと。うん、ちょっと待って。終わったんじゃないのかい？さっきね、コメント中じゃなくて、次何、ガレマルドかい？ちょっとこうなってましたね。ガレマルドかい？ボロボロのガレマルドがあるならば。あるのかいみたいな感じでしたけど、実はですね、こちら、まだアップデートがございまして、はい、復興は完了しました、うん、復興完了後に、商店街復興、Und es wird ein Fertigstellungs-Celebration, also eine Feier. なので、その主催で何が起こるかというとです、これ。フェト。フェト。フェトじゃねえのかよ。確かに、フェト。まあ、開発コードではね、フェスみたいな呼び方。ああ、なるほど。まあ、なんかちょっとしたお祭りが発生していきますよと。いうことなので、せっかくね復興できたので、みんなあの商店街でそれを祝っていきましょうという形でます。やっぱ定期開催されていくものになっていくと思います、うん、はい、ありがとうございます。まあこれね、あのいろんな、なんだろう、参加して遊ぶようなものが用意されているので、うん、はい、これねパート2でまた詳しく、あ、そうですね、はい、お話していければな、はい、ありがとうございます、思ってます。はい、続いてです、こちら、はい、新たなお得意様取引です。こちらはですね、はい、商店街のとある施設にまとわる、あのまとわるじゃない、まつわるストーリーが、お得意様取引として展開されています。さあ、誰なんだ、どうなんだ、予想合戦が始まります。どこなのか、誰なのか、確かにとある施設気になりますね。はい、いやいや、まあ、Können wir zu dem Teil überspringen, wo wir die neuen、はい、Klassen
Änderung bekommen. Polybill Triad にまたアップデートをかけていきます。はい、まあこれご要望も多かった。まあやっぱデータ見ててもそうなんですけど、まずこちら星4カードをデッキへ、入れられるようにちょっとさらに調整をかけていきます。はい。で、さらにですね、あまりにも手に入りにくいでっていう、うん、カード入手確率の今回調整も、施そうと思います。なるほど。でさらにですね、今回、こちらカードコンプリート報酬というのを設定しております。なるほど。まあ全部やってるんですね。NPC anzutreffen sein。MMO だからさ、der praktisch also Lieferaufträge für einen hat。どこのことを言うんだろう。なので、まあ、ここまで揃うっていう形で、いよいよコレクション性っていうところにもさらにもう少しフィーチャーしていって、うん、こちらコンプ要素を入れていきます。なるほど。いう感じになってます。はい。まあこれ以外にも NPC がねルール無視してくんだよとかあるんですけど、うんうん、あそこちょっとアルゴリズムに手入れていかなきゃいけないので、うん、ちょっと時間かかるんで 5.5 はちょっと難しいかもしれないですけど、そちらもやろうって話を今してますので、まずはここさらに引き続き手を入れていきますので、まず 5.5 としてはこの3項目でご承知をください。はい、ありがとうございます、うん、では続いてまいりましょう。続いてはこちら自由探索にもアップデートがございます。はい、対象コンテンツ自由探索できる、行き先が、追加となります、うん、で今回はレベル70からのダンジョンを、はい、頑張ろうかなと思っておりまして、70ダンジョンいっぱいありますね。でもうちょっと増やしたいっていう、okay, 一応希望を出して Explorer Mode wird auf die Level 70 Dungeons ausgeweitet, die ja vorher nur bei den Level 80 Dungeons, das heißt, dort werden wir uns in der Zukunft auch umsehen können, ohne irgendwelche Gegner, wir werden auch Fotos machen können. はい。そしてですね、たはいいけどアイテムレベルシンクとかかかるじゃんっていうのがですね、探索なのに。でこちら探索に限って、はい、レベルシンクとアイテムレベルシンクを無効化するっていうことを対応します。まあ、正直どっちかというと漏れてたに近いんですけど、うんうんうん、はい、なのでじゃあ普通に80アクションでワー、はい、ワーできますよ。やりますよ、はいはい、素晴らしい。そしてですね、自由探索なんだから楽器ぐらい演奏できてもインストゥメント can benutz werden in Explorer Mode、 OK、 そうでしょ、自由に探索しろって言ってんだから。確かに。というわけで、まあ、特定の場所行ってね、みんなで楽器演奏するみたいな。確かに、はい、演奏場所として使えるいい雰囲気の場所がありそうですね。OK や、うん、もはや本当ね、まあ今日はね、すごく未来の話をだーっと聞いてみましたけど、はい、なんかやることあんね、ありますね、開発することたくさんあるねって。それはね、そんな簡単ファイナルファンタジー14終わりませんよ。やることいっぱいあるね。ハモつった。ジプスで。まあまあはい。こんな感じで自由探索もアップデートされていきます。はい。では続いていきましょう。その他のアップデート。そうですね。まずオーシャンフィッシングに、まあちょっと何を言ってるんだろう。不審で、あ、じゃあ、that's really an。何これが出るとちょっと釣れやすくなるっぽいですね。フィッシュの見た目的にボーナス。予兆明カウメが飛んだらちょっと釣れやすいんじゃないみたいな。ね、そういうなんかあなるほどね。細かなニューインディケーターとかボーナス入れたいそうなので入れるじゃないですか。そうです。はい。ゲーコマにやっていきますよと。でさらに、楽器演奏の音色も、今回追加しておきます。まあどんなね、うん、楽器の音色が追加されるのかちょっと理由があってまだ言えないので。なるほど。ノーマルノイズインストゥメントツコム。じゃあ今後にご期待いただいて、なんかのタイミングにバーンと入ろうかなと思います。そしてですね、そんな季節ですね。あなたしっかりやってきてます。多分やってきて、もしかしたら手前ちょっと抜けてるかもしれないけど、でも風物詩です。はい、メジャーアップデートのね、うん、そのシーズンというか、okay. そのラスト。Und natürlich ein Spezialmount, wenn man alle Prima E der 5.0 Reihe Mount がこれが来るとシリーズ終わるんだなって感じがついてます。そうですね。今回はですね、はい。
スクリーンショットがあるんでしたか？スクリーンショットをご用意しております。はい。以上です。Als ob。すごい。これはやべえ。そもそもこれで月いけそうな感があるな。確かに。なんぼほどでかいんだっていうのに載ってますけど。メカドラゴン。すごいな。ツインタニアに乗ってる時ぐらいの迫力がありそうですね。もうこれが、まあ悟空で得られるマウントを全コンプしていると、うん、もらえるようになる、ね、クエストが発生バハムト als Maschine als Jet取り漏らしてる悟空マウントを取りに行けばいい。なるほど。Also man hat ja vorher wenn man alle Pferde prima im Bounce bekommen hat, hat man so das Drachenpferd-Ding bekommen, wenn man alle Vogel prima im Bounce bekommen hat, hat man den Phönix bekommen und so weiter und so weiter. Und jetzt kriegt man ja die ganze Zeit die Drachen. Und jetzt wird man dann hinterher prima im Jet Flugzeug bekommen.確かに、あのウェポンシリーズと相性はあまり良くない。良くない。これまでの方が良かった気がしますけれども。なるほどね。これは皆さん、ぜひゲットしましょう。まあ、ちょっと他にも、あの大小、まだコンテンツとかね、システムとかはあるんですけど、はい、コンテンツという意味では、大体こんな感じなんです。はい、ありがとうございます。で、うん、まあ、今日、どうしてもですね、はい、皆さんに、謝罪をしなければいけないことがございまして。なるほど、こちらでございます。はい。ちょっとコメントもちろん新たな、オルティマティーヴェ・ダンジョン。実装についてなんですが、はい、まず何を作ってたかというと、こちらです。いや、新たな絶は、まあ、絶粒子戦争というのを作っていました。うん、で、大体7割ぐらいから実装できてたんです。Wie sieht das aus, als wenn da noch mehr kommt? まあ、まあ、どういうものを作ってたかというと、まずこちらです。蒼天のイシュガルドの物語に、はい、イフを交えて絶にすると。ほう。で、なんか壮大な。85.55 でのリリースを予定しておりました、うん、ただですねコロナ禍の影響でですねどうしてもこう、まあ、メジャーアップデートをできるだけ早く届けたいっていうことであのコストを切り詰めてとにかくメジャーアップデート の, その絶以外のコンテンツのを先にこうやってきたがゆえに、はいうんギリギリでちょっと取れなくてですね、コストが。で、特に絶になると、本当にバランスチェックに時間をかけないと、あっという間にギミック破綻して解けちゃったりとか、その、まあ、満足な、絶の名前をつけるにふさわしいやっぱり難易度とバランスっていうのに、こう、ふさわしい時間が取れなくて、で、おそらくなんですけど、あと2ヶ月ぐらいあれば、はい完成するだろうっていう一応見通しではあるんですけど今度そうなるとあの今日発表したエンドウォーカーがね拡張のスケジュールがやっぱり押してしまうのでウルティメイトまあそうなると拡張のリリースが2ヶ月さらにこう遅れるみたいなことになった時にまあすごい苦渋の決断ではあるんですけどちょっとリリースを延期させていただきたくてなるほどもう作ってるのは作ってるし、もう年までできてるんで、はい、すいません、パッチ 6.1 に、なるほど。すいません、リリースをさせていただけたらと思うので、いや、本当にこれ、あの、エンドウォーカーまで、拡張までの間、絶対当たるぜって、すごい多分楽しみにしてた方もいらっしゃると思うし、うん、まあ、多いと思うし、あの、配信、それのレイドレースを、こう、楽しみにしてた人もすごい多いと思うので、はい、いや本当に申し訳ないんですけどギリギリまで精査したしあのまあ担当者とかは、はい、もうなんていうのもう
残業。Es kann aber was? あ、報道してもみたいなこと言ってた。はくれたんですけど、まあ、それだけじゃないし、お仕事。やっぱりこう人のね、時間を犠牲にしすぎてまで作ったものが、okay, es kommt wahrscheinlich いいのかっていうのがそれもなので、すいません、これは僕の判断ではあるんですが、はい、本当に申し訳ありません。6.1 でちょっと、スケジュールの方を変更させてください。申し訳ございません。はい。もう何が来るか分かった状態で 6.1 を迎えることで、そうですね、あのだからこそあのちょっともうちゃんとその何をテーマにしてるかっていうのはお話しさせていただいた方がいいかなという感じですね。まあ、もしちょっと可能だったら、はい、あの英語プレイヤーにちょっとなんか遅くぶっこから英語でモルモルからできない、なんか特に質問はなさそうな感じはしますよ、うん、はい、あのちゃんと綺麗に英語を振ってあったんで届いている、はい、大丈夫だと思います。いや楽しみにしててくれた人すげー多いと思うんでそうですね、本当に申し訳ないんですけど、まあその分あの絶粒子戦争という名前にねふさわしい内容でなんとかあの 6.1 6.1 行きましょうって開発チームも言ってくれてる、そうですね、はい、目指していきたいので。Okay, die haben es aber schon 70%. 60からはちょっと忙しくなりますね。礼式やって、手術やって、礼式やってみたいな生活。Ich verstehe es jetzt nicht. はい、よろしくお願いします。Macht man ganzes, die ganze heavens wart. 5.5 コンテンツ特集パート1としては今日はここまで。Storyline in an ultimate また続きはパート2が。そうですね。まあ、PLL パート2の方では、まあ、コンテンツの中、Für mich heißt es eigentlich nur, dass es Ultimate Nidhogg ist. Das ist ein fucking Kampf. Oder wollen Sie alle Sachen da draus?手を抜かずドカーンと、お届けしようと思ってますので、改めまして、4月13日プレイステーション5版のベータテストと同時に、はい、パッチ 5.5 をお届け、しようと思っております。なんかあれ気になる、はい、いえ大丈夫そうです、大丈夫、せめてスクリーンショットぐらいないのみたいなのがちょっと気になったんですけど、あーその絶若干作り方を説明しましょうか。はい、絶って演出もゲーム体験の一つとして結構捉えているから、うん、結構ドラマチックになるように作ってるじゃないですか。うん、でもあれってギミックが確定してきて初めて作り込めるんですよ。ギミックってめちゃくちゃ難しくまず作るんですよ。うん、もうなんか担当者が本当頭の中で戦いながら作っていくから、やれるやれるみたいな感じでこうなるほど、ね、ガチ盛りしていくんですよ。俺の思った最強の技がまず、そうそうそう、でまあそれを大体そのバトルシステムと、バトルコンテンツの超絶腕利きたちで、まあ、やり始めるじゃないですか。うん、よしじゃあちょっとやってみようじゃないか。でもなんか即座に、ね、ないわ、全然無理みたいな、ティアテスの感じだったりとかそのいくらなんでもみたいな、一番最初のね絶望版の時だって、あのホールインワン、also die Development Schritte die gemacht wurden bla bla bla、メンバーにあここはあの8人でホールインワンですみたいなことを言った瞬間の、お今でも俺その時いたんで覚えてるの、何言ってんのこれそのでもこうやればいけるんすよっていうのを、はい、まあ一生懸命説明していくじゃないですか。うん、じゃあもうやってみようやってみようじゃないかって言って、うん、まあ、やるじゃないですか。でやってって、いやこれは巧妙が見えるねってなったら、まあそうなんだけど、まあ、いくらなんでもないだろうとか、うん、あとこのギミックのあとこのギミックくんのは無理だとか、あそう、まあやるじゃないですか。でそれらが決まって最後の 絵の追い込みができるんですよ。なるほどね、絵はそこで来るじゃないと、うん、なんか途中でめちゃくちゃ絵を作り込んじゃうと、はい、ギミックをその出し入れできない、はい、そう縛りになっちゃうんで、だから、まあ、まあ もしかしたらちょっと担当者と話してはみるけど、まあ、こんな様子でしたわ、うんうん、もしかしたら
あのスクリーンショット1枚ぐらいはいいのかもしれないけど、クオリティはあんま良くない。そうだから、まあ、逆にね。そっかそっか。で最後にあの環境とかを入れて絵作りするじゃないですか。はい、そこも入ってないからちょっとのっぺらなんですよね。なるほどなるほど。一応聞いてはいますけど、はい、ただあの絶流戦争なんで、うん、そうね、結構なんていうの、やばい、やばそうです、展開なんで、響きがやばそう、あんまり見せられる場所がないのかもしれないけど、わ、はい、かりました。まあ、ありがとうございます。まあただ。はい、also sie wollen halt so ein all out ultimate Ding machen ということで、die verschiedenen Bosse von Heavens war ここまでとさせていただいて、はい、今から休憩に入ります、うん、休憩は10分ほどいただくとして、うん、4時5分再開にしましょうかね。今52分、うん、4時5分再開、はいはいはい、それでいただきます。で本日の休憩の音もご紹介いたしますが、はいはい、ちなみに、はい、あのまあ確かにパッチ 5.1 特集パート1として、まあどんなコンテンツがパッチ、あ、ごめん 5.5 特集パート1として、あ、はいはいはい、まあ、どんなコンテンツが入っていくのかって、まあざらっと紹介したんじゃないですか、ここまでで、うん、まあまあよしよし分かったぞと、今日は朝からね新情報発表会も含めて、まあ随分お腹いっぱいになってきたなって思うかもしれないじゃないですか、はい、この後のゲストのすごい、まあなんかプレッシャーが出てるわけじゃないのよ、あのリードプロジェクトマネージャーの松沢の話は、はい、Okay, dann wird es hier nochmal gleich noch eine Pause geben und dann wird dann mal ein bisschen genau auf die gesagten Sachen eingegangen. Also machen wir hier auch einen kleinen Tipp und dann sehen wir uns gleich.